皆さんおはようございます。ムッシュシネマコンシェルジュです。今週も皆さんにですねおすすめの映画をお届けしたいと思います。ちょっと我々今週はお盆休みに入りますので、今日と明日の回になりますが、早速今日1本紹介したいと思います。この映画はですね本当にこのムッシュコンシェルジュの人生の中でも、ある意味大学生の時代なんですけどもね、その時に非常に衝撃を受けた一本になります。皆さんもご存知かと思いますが、こちらです。今都内でリバイバル上映を、しておりますグランブルーなんですけれども、リュック・ベッソン監督の、出世作ですね。で彼はこの映画若干27歳の時に監督をしているんですけれども、もともとリュック・ベッソンというと、短編から、出発しまして、それが認められて、で長編の白黒のモノクロで撮りまして、でそれがですね当時アボリアツ国際ファンタスティック映画祭で、グランプリを撮りまして、でそれが認められてサブウェイという作品を撮り、そしてこのグランブルーという、皆さんご存知かもしれませんが、いわゆるフリーダイビングというですね、もう本当に酸素ボンベを使わず、選手たちが深海に潜るその深さを競い合う、コンペティションで、これ実際にある競技なんですけれども、それにまつわるある男2人の、友情とライバルのお話です。でまたその1人はですね、それとは別に、そのイルカに対する愛、人間を愛せないんだけれどもイルカを愛してしまうみたいな、そういうちょっと葛藤もありながらですね、非常に当時80年代後半だったんですけれども、それまでのフランス映画のイメージを覆す、エンターテインメント的な作品でした。でリュック・ベッソンはその後ですね、ニキータ、レオン、フィフス・エレメントと、ハリウッドに進出をして、その後はですね、今ヨーロッパではヨーロッパコープという映画会社を設立して、今、ヨーロッパでも一番大きなスタジオを建設中という、もう大プロデューサーにはなりましたけれども、このリュック・ベッソンが若い時に、自分のこの情熱をですね、かけた、グランブルー、これの、ロングバージョン、これ今もちろんビデオ、そして DVD出ておりますので、ぜひご覧になってない方はぜひこの夏、本当に夏らしい映画です。ギリシャ、イタリア、コートダジュール、南仏ですね。本当にあらゆるところがロケが出てきて、ちょっとしたこう、バーチャルトリップもできます。ぜひこれをご覧になってください。カット。